こんにちは。こんにちは。さあ今日はですね、はい、なんともう野球は離れて、はい、アスリートへの道なんで、はい、サッカー、サッカー PK 対決です。おー楽しみ。ゴールは一応この T ネット、はい、3つ分をゴールとして、はい、僕と袴田さんチーム対先生、青空くんチームで、はい、まあ、前回バッティングで勝っちゃったんで ね、 そうですね、うん、じゃあ野球やめてやろうと、はい、ちょっと俺らの方がレベル高いと、はい、じゃあ今日はもうサッカーの PK 対決で勝負ということで、はい、小学生以来してないですよ PK なんて。いや俺もしてない。小学校の授業以来ですよ。まあだからハンディアいいね。そうですね、うん、蹴れんのかな、うん、はい、ということで皆さん勝負です PK、はい、対戦相手チームのティーチャーです、はい、青空 T 勝負。どうもよろしくお願いします。お願いします。いやあのサッカーやるのにライオンズ。どういうことやねん。ジャパンス、ジャパンス、ジャパンス。手の甲汚な。勝つ。あ、勝つって書いてある。勝つ勝つ勝つ。ジャパン、はい、日本に謝れば。森保監督これ見とかのさ。そうだ、あるよ、招集あるよ、俺招集ある。先生やったことあるの？サッカーないっす。気合いっす。根性っすよ。あ、そう。じゃあ僕はサッカー好きです。おお、まあ、これこっち今日活躍します。そうな、僕飛び込みます、キーパー役。じゃあ先攻、はい、じゃあグー、じゃあグー先攻で。おお、じゃああれ PK って何回繰り返すんですか？5回。5回。チームで5回です。チームで5回、チームで5回、はい、だから3回で2回で、はい、サウンドついたらその順番で、はい、はい、でキーパーもあの交代で。交代ですね、うん、はい、ちょっと私キーパー怖いんで、あのマスクして。オッケーオッケー。じゃあキーパーまず俺から、はい、じゃあ青空で。頑張ろう。じゃあ一番に行きます。はい、1球目青空くん。もうでも遠慮しない、勝ちに行くもん。いきます。おー、いいキーパー。おい、おい、かわいそうと思っちゃった。出させてます。おい、なんなん今の。来なかった。じゃあ月見さん、かわいそうと思った。
敵ルール間違えました。さあ、仕切り直していきましょう。いきますね。Beep.